今日で。今日で。携帯の方で、おまわ、めっちゃ白飛びしとる。ありがとうございます。ちょっと待って。あれを入れます。なんとか。ウェルカムコメントか。こっちで歌う方が早いけん。こっちで入れまーす。21歳になりました。ありがとう。こんばんは。ここに明日なら明日なので。OK。こんばんは。どうもこんばんは。ちょっと待って。ケーキは、ちょっともうちょっとしてからかな。今日もね、ギフトを取っとかないと、タワーのお礼がね、できなくなっちゃうんで。ありがとうございます。隆一さん、ありがとう。豊さん、ありがとう。たーさん、ありがとう。ゆうちゃん、ありがとう。ピルシさん、ありがとう。赤いるサンタさん、ありがけいきたわ。柴犬さん、ありがとう。スーさんさん、ありがとう。奥行きさん、ありがとう。ともゆきさん、ありがとう。こんな一日にありがとう言うの。朝香さん、ありがとう。赤いるサンタさん、またまた。ありがとう。ひなたさん、ありがとう。やすべえさん、ありがとう。ありがとうございます。ケーキもね、ケーキとかも。皆様、ありがとうございます。ちょっと一旦。そう、誕生日配信ってね、ケーキはもうちょっと経ってからかな。もうちょっと経ってから、ケーキは。皆様、ありがとうございます。なんかね、あんまり、今年あんま実感なかったけど、配信。ショールームしたら、ちょっと湧くかも。あれ、充電器は。そう、生誕祭、吉田沙羅生誕祭2023、2023のツイートもね、たくさんありがとうございます。たくさんねー。ありがとうございますねー。どこも撮ったっけ？ちょっとわからんくなりそうか。とりあえずわからんくなりそう。さあ、ケーキは？
後で。でも食べはせんかな、配信中は。後で家族と食べます。そう、今年はね、誕生日に会える機会、当日は会える機会がなかったので、一番近いイベントがお話し会になるんですけれども、23日。まあ来週は生誕祭もありますしね。よろしくお願いいたします。今読めそう。ケーキ。あ、もう消えた？あ、消えてない、まだ。ひろふみさん、ゆうきこいとうさん、おしべななみさん、ケーキ3つも。ありがとうございます。ぐんぐんぐんしさん、ケーキ。ありがとうございます。ケウさん、ありがとう。ありがとう。そう、今年はね、昨日、めっちゃ遅くに、昨日お仕事、東京でね、昨日お仕事だったので、そう、どうしようかなと思って、そう、カウントダウン配信するには、広島に帰らんと、そう、広島に帰っても、まあ、割とギリギリな時間、カウントダウン配信ギリギリな時間やったんやけど、福岡に、そう、誕生日当日にさ、家に 一人でおってもなと思って、帰ろうと思って、東京から帰ったけん、もう新幹線5時間とかでギリギリ着いて、福岡着いた瞬間、ハッピーバースデーでした。そう。あ、これノアピー？本物ですってめっちゃ書いてる。ノアピーかな、これ。そっか、ツイッターないけん。本物です、本物です。ノアピーっぽい。ノアピーありがとう。お、サラピさんお誕生日おめでとうございます。ピピピって書いてある。しかもなんか サラのアバター着とるよ。ノアピーありがとう。本物ですってこんだけ書いとるけん、多分本物だと思う。ね、まだ研究生はけん、あの、ツイッターとかがないけん。あれやけど。そう。そう、去年は誕生日が東京だったんですよ。そう、おととしは、何やったかな？ちょっと忘れたけど。いや、おととしは広島かな？でも仕事があって帰れんかったけん。そう、広島だったんですけど。いや、今日福岡で過ごす誕生日は、STU 入って初？かもしれん、もしかしたら。もう4回目なんですよ。やばいよね。もう4回目のハッピーバースデーなんですよ。STU に入ってから。やじうまさん、ありがとう。トッキンさん、サッチさん、スマイルさん、ケーキありがとうございます。そう。びっくりじゃない？ 4 回目ですよ。だって入った時17歳で、18、19、20、21でもうほら、4回目のバースデー。やばい。いつかノアピ温度を一緒にしましょうって。やだよ。ピピピピピピピ。絶対やだ。ノアピがやってるのを見といてあげます。大人の顔になった？嘘。本当に？そう、でもまあ4年、4年？ 4 回、それはね、4歳年を取ったらそりゃ大人になるよ。しかも17からの、17とかのね、学生、高校生ぐらいの頃からの、あれって一番さ、顔とかが大人になるというか、なんて言うんだろう。大人っぽくなる年をみんなは見てきてるから。そう。そう、4年経ちました。びっくり。もう4回も誕生日を ST に入って迎えていることがびっくりです。4年とも祝ってくれている
4年連続祝ってくれている方々もいれば、今年初めて祝ってくれる方もいると思いますし。だってさ、誕生日ってさ、年齢、年を重ねるごとにさ、だんだん、なんか祝われなくなるじゃないですか。なんかちっちゃい頃は家族とか友達とかに祝われて、だんだん高校とか卒業したら、もうどんどんさ、あんまり祝ってもらえなくなっていくものじゃないですか、普通に生きてたら、多分。でも、それをこのアイドルでいることによって、すごい、ね、おめでとうって、年々たくさんの人に言ってもらえて、年を取るのも悪くないなと 思います。わお。角さん、バラ、バラと、タワー。ありがとう。20世紀ともちゃん。ありがとう。猫ひでさん。まさひろさん、ケーキありがとうございます。中野さん。ありがとう。ありがとう。ね、こんなね、たくさんの方に、いっぱいバラ。これタワーになるんかな？めっちゃバラ、ありがとう。そうだよ、4年です。早いよね、本当に。あっという間に。今年は、誕生日祝いのマカロンはありません。ケーキはあります。でもマカロンは今日、インスタのストーリーに見ましたけど、アフタヌーンティーに行ってきたので、そこで食べました。でももうね、今日散々甘いもの食べたんよ。オタじゃなかったらお祝いする機会もない？そう、だってね、みんなね、ケーキ買ったり、生写真とか、ね、飾ってくれたりして、ツイートしてくれて、ありがとうございます。ケンさんケーキー。ヨシさんケーキー。ありがとうございます。甘いものいっぱい食べた。もうアフタヌーンティーの中が甘々すぎて、もうびっくりするぐらい甘々でした。甘々。そうなんです。今年の、誕生日の一番の連絡は、あの方でした。あの方でしたよ。あの子でした。あの子でした。おいでます元気さん、これバラタワーかな？きっとバラタワーだよね。めっちゃバラが、ババ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 。おいでます元気さん。バラタワーありがとう。きっとそうだと思う。ゆうちゃん、ケーキタワーまたまた。ありがとう。そう、池田。そう、池田でした。もうね、多分もう12時になった瞬間、ポンみたいな感じで、そう、来ました。そう、胸息が2番。なんかね、胸息毎年2番なんよ。そう、いつもね、胸息は、そう、いつも早くしてくれるんやけど、大体毎年2番。なんか1番を狙わんのかな？わからんけど、いつも2番なんですよ。そう。なんでかわからんけど。いつも2番。2番目ぐらいに、送ってくれる。高井宏隆さんケーキ。岩沢さん。ありがケーキたわー。ありがとう。そうなんよ。そう、わざとかもしれん。胸息なりの照れ隠し。胸息そういうとこちょっとある気がする。わからんけど。そう。2番目でした。そう、でもいろんなね、メンバーが。千代さんからも、
何とは言わないです。みんなには教えませんけど、嬉しい言葉も、嬉しい言葉の LINE が来ました。そう、今日の午前中ぐらいに来たんやけど、そう。何時に来ようとも、ぴったりに来んくても、嬉しい、千代さんからの LINE が来てました。今年はね、サラの生誕祭、千代さんいないんですけど、千代さんの生誕祭では、サラが出てお祝いできるといいですね。スマイルさん、ケンツさん、ポポさん、ケーキ、ありがとうございます。顔ケーキはしません。皆様、ありがとうございます。長さんね、ずっと関東にいるから。とか、舞台のあれでね、ずっと広島にいないから。今日まつげの調子いい。なんでやろう。生誕祭は泣く予定ないです。今年は特に。特にそんな。今年は、そんないい、今年はっていうか去年も別に大したこと言ってないと思うけど、そんな、誰一人泣かすことはできません。きっと。そんな、いいこと語れないかもしれない。千代ちゃんの舞台、どうだろうね。わからん、まだ。わかりません。ケーキ持ってきてもらおうか。そろそろケーキの出番かな。手紙泣かないよさ。泣かないよ、泣かない、泣かない。泣かない、泣かない。そう、今年ケーキある。小顔くん、ミロヤくん、ありがとう。そう、ね、私のね、生誕、ツイート、昨日の、ほんと12時5分とかに見たら、吉田沙羅生誕祭 2023?2023? あ ?2023? あ、2023が入っとって、あ、みんなツイートしてくれてると思って。そしたらさ、あれでしょ。朝なんか、サラピ様が入っとったって お母さんに言われて。サラピ様が入るって、そんなみんなさ、サラピ様って書いとる？そんな書いとった？そんな視界に、サラピ様って言われ、視界に入ってきてないけどね。そう、なんかわからんけど。入っとった。らしい。なんでかわからんけど。入っとったらしい。面白いね。面白いね。サラピ様って言っとるのは、なんかサラのことを気になっとる程度で、気になっとるけど、でも、めちゃめちゃサラのことを推しているってわけではない、微妙なラインの人が、サラピ様って書いとる。とか、サラピ様って呼んどる気がする。なんか、めっちゃサラ楽しいとか、なんか、サラをめっちゃ推してますって感じではないけど、みたいな。人が言う気がする。なんかそんな気がする。わからんけど。わ からんけど。なんかそんな気がします。そうなんや。そう、なんかちょっと、
サラのところにめっちゃ来るには、ちょっとめっちゃ来るほどはできんけど、みたいな。めっちゃ来たりとかそこまでする勇気はないけど、なんかちょっといじってみて、反応を、みたいな。あくしゃみで。わ かりませんけどね。あくまで。なんとなく見てて、なんとなく思ったことです。そう、21歳。まあ、21歳になったところで何言ってないんですけど。21歳も。健康に。あくまで楽しく、頑張りたいと思います。楽しくないとね、何事も続きませんので、長く続けるためにも、みんなに長く、吉田さんじゃないな。みんなに長く、サラピ様というね、アイドルをみんなに見てもらうためにも、長く見てもらうためにも、楽しく、あくまで楽しく。楽しく無理せず、時には、歯向かい。時には歯向かい。頑張りたいと思います。豊さん、ありがとうございます。そうそう。時にはね、ちゃんと自分のね、意見をはっきり言うことも大事ですから。やっぱ我慢してると、どこに歯向かうと、ここにだよ。ここにいる人たちにだよ。そう、やっぱね、言い返すとこは言い返していかないと、こっちがやってられなくなっちゃいますね。なんか、そう。いい人にはいい人で。いい人にはちゃんと、まあ、いい人には普通にいい人で。嫌な人には嫌と言っていかないと。ちゃんと、こう、自分の気持ちを閉じ込めたままアイドルやっていると、とかね、無理しすぎて頑張って、無理しすぎるとアイドル人生を長く続けられないので、運営？運営にもそうですね。時には歯向かいたいと思います。そうですね。時には歯向かいますよ。納得いかないことは、言って。ちゃんと、しっかりやっていこうと思います。意見を言うためのマネージャーさんがいますから、意見交換をし、私はね、マネージャーが、そう、前、サラの担当をしてくれてた、最近までサラの担当をしてくれていたマネージャーさんは、そう、ご退職なされたので、そう。違うマネージャーさんになったんですけど。そう。なんか吉田は誰でも大丈夫だよ、みたいな。いつも言われるんよ。なんかさ、世の中の彼氏みたいな、カップルが別れるときに言う言葉みたいな、なんか 言葉をいつもマネージャーさんに言われるんですよ。変わるたんびに言われるんよ。なんか、吉田は誰でもやっていけるよ、みたいな。なんか、いつも言われるんよ。そう。なんか、吉田なら、誰でもやっていけると思うから、みたいな。なんか、別れ際のカップルみたいな。俺以上にいい人がいるよ、的な言葉をね、すごい、いつも言われるんですよ。なので、5代目マネージャーさんと、今日のね、多分公式の、なんだっけ、公式のサラの誕生日ツイートをしてくれたのも、5代目マネージャーさんが多分してくれたので。そう。画像も聞いてくれた、初めて。初めて聞かれた。使っていい画像。みたいな。なんか一枚、なんだっけ、
撮影の時の、なんかめっちゃ引きの、ちょっと画質悪めのあの画像は、多分、マネージャーさんが撮ってくれたオフショットなんですけど、でもそれ以外の残りの3枚は、サラが送った。そう、カフェの写真送ってって言われて、カフェの写真は、新しい、最新の宮島の、を送ったんですけど、その他2枚は、やっぱ、20歳の1年を通して、なんだっけ、あれ大事じゃん。なんだっけ。神戸コレクションの時の、神戸コレクションの時に自分がデザインした時のあの画像は、まあ20歳の通しても結構大きな出来事だったから、写真送って、で、MV のやつは、そう、誕生日ツイートの前に、MV のオフショット載せるつもりやったけんさ、送っとったんやけど、そしたらまさかのあそこで初公開となってしまった。まあ、それは、それ以外はまたちゃんと、またツイートとか、まだ載せてない全身写真とかはね、インスタとかに載せようかなと思いますけど。ミミさん、ケーキ、オリちゃん、ケーキ、イノセンスさん、ケーキ。ありがとうございます。そう、いや、なんかね、そのマネージャーさんは、多分画像を聞いてくれるマネージャーさんなんですよ。知らんけど。見とるかな？イェーイ。絶対見てない。そう、多分、わからん。多分聞いてくれるんよ。そう。違うメンバーが誰か過去に聞かれたって言うとって、いいなーって思ってたんですよ。そう、いいなーって思っとったら、聞かれました。去年とかどんな画像使われとったっけ？もう覚えてないや。てかそれで言ったら3年前？ 3 年前かな？かなんかの、誕生日の時は、もうみちさんと合体だったんですよ。なんか二人まとめておめでとうみたいな感じのツイートだったから、そう、みちさんにもちょっと申し訳ないし、ね、肉声が入ってきて、ツイートをまとめられとって、画像も2枚ずつやったっていうこともあったんですけど、一個一個になってましたね。去年ぐらいから、多分わからんけど。じゃあ、ケーキをお呼び出ししたいと思います。音消します。登場かな。つぐるさん、やじうまさん、ケーキ。ありがとうございます。皆さん、ケーキ食べた人いますか？そう、階段を駆け上がってきます。こけられたら最悪よ。ちゃんとこけないでねって言っといたから。あ、ケーキ来たかも。お母さんじゃないよ。あ、だ。危ないよ。じゃーん。なんで？連れてきたのに見せんの？乗せてよ。なんで？無理って。じゃあもう取ってよ。無理って。なんでそんな笑った？もう取ってくれんの？無理よ。どうぞ。じゃーん。今年のケーキ。ね、センイルケーキみたいな。ママいません。通称、姉ピ。何が姉ピだって。そう。今年の、でもこれ、一言お願いし、無理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 
あと、ちゃんと撮って。お座り。座らんや、全然。横横。吠えた。あ。お座り。降りたいんや。言うこと聞かないで、もう一回、あ、降りた。取れた。そういうことをこっちは聞かないんです。なんかさ、さあもうちょっとこっちに座りたい。こっち？映ってる？ということで、ケーキは後で食べるので。持っていける？え？両手できたん？ありがとうございました。そう、船もある。センイルクッキーみたいな。あ、違う、間違った。センイルケーキみたいなやつ。サーが閉めちゃう。でした。よくできてるケーキ。本物よ。あれ、本物ですよ。食べますよ。食べます。けど、後で。後で食べます。あ、そう、犬に言ってました。そう、ケーキは後で家族で食べたいと思います。スクショしましたか、皆さん。スクショはできました。犬ピ、何でも 何でもピをつければいいと思ってるでしょ。朝香さん、矢島さん、すぐるさん、ケーキ、ありがとうございます。あ、これは、姉ピカラの、プレゼント。開けないけど。ここでは開けないけど。今は開けないけど。漏れてたらツイートに使っていいです。ちゃんと判明とか、なんか、たまになんかさ、なんでこの写真選んだ？みたいな、めっちゃ判明の写真とかさ、載せる人いるので。判明じゃなければいいです。このさ、今撮ったやつは、あれだけかな？メールかな？ツイッターではないかな？ SNS ではないかな？あ、いい写真、いい写真。犬込みのいい写真が撮れた。誕生日配信ってみんな何やったんや？去年何したっけ？あ、去年はあれだ。ダイブ。ベッドにダイブした。カウントダウン配信して、ホテル、その時はホテルだったんですけど、カウントダウン配信をしました。あ、そう、インスタ今日、待って、今日インスタ載せたいのに、絶対さ、今日のアフタヌーンティーの写真さ、当日に載せた方がいいよね。当日に載せた方が絶対いいよね。絶対当日に載せた方がいい。
けど、まだ、写真が新しすぎて、まだ写真の整理ができてない。チラ見せならできるかも。じゃあ、そう、今日です、あれは。今日行ったよ。ハウステンボスにあるホテルニューヨークっていうところ。間違った。え、間違った。そう。ヨーロッパ、ヨーロッパ。ホテルヨーロッパっていうところの、カフェじゃない。ホテルヨーロッパのところに行って、アフタヌーンティーをしてきました。めっちゃね、おしゃれだった。そう、長崎やし、長崎やけ、別に今日で乗せても、そう、別に大丈夫だと思って、ね、乗せた。めっちゃね、演奏、優雅な演奏。こんな演奏が流れている中、食べてました。なんかね、外国人の方、多分演奏者の外国人の方が来て、これと、で、そう。演奏されとった。バイバイでしたよ。まだ写真がさ、整理できてないよね。これにしよっかな。そう、優雅なアフタヌーンティー。でも無理かな、今日のせるのは。終わってからでいいか。配信終わってから。でいいか。8時45。9時ぐらいに載せればいいか、配信終わってから。そうなんです。ついでに佐世保バーガーも食べた。ついでにね。そう、でもさ、ピアノ弾けるんですよ。実は。そう、実はピアノ弾けるんですよ。もう弾けんかもしれんけど、そこにピアノある。そこにピアノあります。実は。実話の実話。そう、6年間ぐらい。6年間ぐらい。目が踏んじゃったら余裕できる。ただ、だんだんだんだろ、だん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 だ
トゥ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 。聞けますと。そう。小6？小1から小 6？ とかまでやけん。まあもうやめてから結構経ってる。10年ぐらい。そんな経ってないか。わからんけど。割と経っている。でもピアノは家にずっとある。生誕祭弾き語りはありません。そんな、アフェさんほどのスペックはそんなないですので。そんな急にそんなことできないですよ。そんな。無理ですよ。
ね、ソラハさんツイートしてくれて、こんな写真あったんだって思った。こんな写真あったんかーい。これは、イモスの、なんだっけ。なんだっけな。あれ、自転車の大会の時に、足のマッサージしてもらう。足じゃない、足か。なんかめっちゃ足が痛かった。いや、腰？背中？なんかどっかが痛くて、そう、やってもらったんですよ。まあ、まひなさんもだ。ねえ、ほんまに写真ない。わら。誕生日おめでとう。次ご飯何食べる？この前麻婆豆腐作ったけど、LINE みたいな。LINE みたいな。なんなんこの LINE みたいな。そう、これは、チェキみたいなやつで撮り寄ったとき。あれ。次は、かわいいカフェかな。かわいくないところも。ご飯行くたび。これからは、ご飯行くたび写真撮ろう。って言っとここれ、何これ、なんか動画載せられたんやけど、今。何言ってるか。かわいいよ、前髪。メイクさんかな。これは、神戸の時かな。兵庫公演の時かな。2個ツイートしてくれた。ありがとう、まひちゃん。LINE も後で返すね。LINE も後で返すね。とりあえず。消したん？さっきの。え？リプ送ろうと思った方消したん？え？急に消したん？え？え？ あ、おっと。おっと。おっと。消えてなかった。してなかった。あった。ちょっと待って、なんかね、通知が来てね、飛べんのよね。あ、これだ。リプ送ろうと思ったのに消えちゃった。これからは、ご飯行くたび、旅に行くたび写真撮ろう。
サラピとマヒちゃんのコンビ名、昔はあったんですよ。昔はっていうか、全然仲良くない頃に、初めて絡んだぐらい、もう絡み始めたぐらいの時に、何やったかな。マヒポヨ？あ、違う、全然違う。マヒポヨ？違うわ。マヒポヨ？サラポヨ？なんかね、なんかよくわからんね。最後、なんか 今ほどの仲いい関係になれば、もう意味わからんすぎて、もう絶対に呼ばない、もうこれから呼ばないんですけど、マヒポヨ とかいう意味のわからない時代があったんですよ。そうなんですよ。そう、もう今ではもうどんなに一緒にいても、まあ、マヒナさんとか、たまにふざけて、マヒちゃんとかは言いますけど、そんなもんです。マルトモちゃん、ありがとう。ありがとうです。もう今は普通に、マヒナさん。ね。20歳は、ダメだよ。やっぱこういう時に、いっぱい喋りすぎるのは、良くない。やっぱ、喋るとしたら、生誕祭で喋らないとね。あんまり、ここで、ね、喋っても、生誕祭で喋ることなくなっちゃうか。そこまでは特に話しませんが。20歳はね、すごい、充実していた1年だったなぁと思います。なんか19歳は、どっちかっていうと、なんかで19歳の上半期はこうで、で、下半期がちょっとこうなってた気がしてね、なんとなく。で、また20歳になってから、いい一年を過ごせたんじゃないかなと思います。皆様のおかげで。そう、20歳、そうなの、20歳3回ランウェイ歩けて、今年はね、本職アイドルなんで、ランウェイも、まあ年に1回も歩けなくても普通なぐらいなんですけど、そう、去年は3回も歩いたので、今年も1回ぐらいは歩けたらいいですね。まあでも本職はまあね、一応というか、本職はね、アイドルなんで、まあ。だし、最後一番やりたいことは、48グループでできること。48グループだからできることをやりたいので、特に、演技の仕事がしたいとか、なんだろう。何をやりたいとか、女優になりたい、アナウンサー、わからんけど、なんか、そういう夢は、まあ、特にないので。って感じではありますね。でもさ、写真集より、フォトブックっていうのはどうかなって、ちょっと、なんか何が違うかって言われたらあれやけど、なんか、フォトブックってよくない？わからんけど。みんなが求めてるものが何かは知らないですけど、フォトブック、スタイルブック的なものの方に、どっちかっていうと。まあ、写真集は、写真集は、あれですね。出したい出したくない、興味ある興味ない以前に、まだそれを言える、あれじゃない。そう。まだそれを言える、あれじゃないなって思ってるので。何とも言いません。そう。特に、何とも言いません。そう。まあ、写真集とその、フォトブック、スタイルブックの違いがない。そんな何かって言われたら、まあ、確かにちょっと難しいけど。おしゃれな、もの。いいですね。
でもね、カフェ系とかなんか料理系もちょいちょい言っとって、マセトラブでも叶わず、なんか特に、ね、なんか、特に実現せずって感じだったんですけど、クックパッドライブをね、やれて、ちょっと、一歩近づいたんじゃないかなと思うので。クックパッドライブで、なんか、ね、2回目も決まってますし、応募、いつまでだっけ？ 2 回目、3月8日だよね。っていうのも決まってますので、このクックパッドを機に何かできるといいなと思います。観覧応募はまだ明後日までなので、ぜひね、心斎橋、クックパッドライブカフェ、心斎橋に、ぜひ来てください。だなぁと思っております。そうそう。声と。そうですね。カフェイベントなら、まあでもクックパッドライブのあれは、まあカフェイベントのようなもんじゃないですか、ほぼ。まあサラが作ったものを食べれるってことはないけど、でも、ね。ね、って感じです。その場で。まあ効率を考えたら、その2、30人にサラが一気に作るってなると、なかなか無理なんであれですけど。ね、これからそういうのがあるといいんじゃないかなと、思いますね。なんかあったかな？まあでもなんか話したいことがあれば、まあ生誕祭で喋るし。って感じ。本当に。21歳。21歳か。21歳か。21歳。なんかね、正直、ST が入った頃の、高3卒業、高校卒業前の高3ギリギリの時の、で、結構止まってるんですよ。気持ちは。そう。気持ちは若いんですよ、結構。だから、うん。うん、って感じですね。時間ないわけではないけど、みたいな。実感がないとかではないけど、って感じ。まあでも今年はね、普通に、21歳がどうとかじゃなくて、ね、21歳がどうとかに、年齢がどうこうじゃなくて、普通に、対面というか、イベント系もね、増えるといいなと思います。そう、気持ちは若くいないとね、みんなも。D 日程は明日まで。そうですね。D 日程は明日までなので。待ってます。お祝いしたいなって今思ったけど、私の2月23日、今週のお話し会は取ってないって人はね、最短の3月12のお話し会はまだ申し込めるので、ぜひ待ってます。ね、なんか早いよね、ほんと。4回目って数えてびっくりしたもん。一瞬間違ったかなと思って、3回目かなって思ったけど、4回目の誕生日でびっくりした。リコチ？工藤？ さっきの大事、さっきの声が大事、さっきの声、心の中。そう、2期の3周年の時のカメコ写真が、あれやったんよ。
工藤とサラの絡みの写真が結構多くて。そう。まあ、絡んだったけどね。でも今年ね、そう、公演も結構工藤とは遊ぶというか、公演中にわちゃわちゃしてるんですけど、私の生誕祭はね、今年は工藤いないので。工藤の生誕祭、工藤の生誕祭もね、どうなんやろうね。さ、おるか分からんけど。いいですね。だから、なんか、調査のメールにもいたよって来とったよね、さっきそういえば。あ。さりげなく。さりげなく愛を伝えてます。堂々と伝えてますよ。まあね。いた。こうして、たくさんの方にお祝いしていただき、感謝感激でございます。ありがとうございます。ね、みんなツイートもしてくれて、みんなも、メンバーも、嬉しいですね。心の治安。そう、いつも言ってくれんよ、工藤は。心の治安を。メンタルを、サラピに守ってもらうって。ってなわけで、もうちょっとしたら、こんなもんかな。いつもちょっとしたら、ランキングやもんかな。ケーキ食べるし、インスタも載せたいし、メールも送りたいし、21歳の抱負、21歳の抱負は一緒ですよ。2023年の抱負と一緒。勝負の年にする。まあ、その2ヶ月で変わりません。2ヶ月で変わりません。生まれたのは、朝ドラの放送時間内。何時何分かを正確には教えませんけど、朝ドラの放送時間内には生まれてます。だから、もうすでに生まれてます。生まれてこの方12時間は経ってます。朝ドラの時間。何時何分かはなんか、なんとなく教えない。なんとなく教えないですけど。そう。地上波の朝ドラの放送時間内には生まれてます。それ以上は教えません。成功を目指して頑張ってくださいって。まあ、サラの中でね、もう42に入れたことで、人生大成功って感じなんで、それ以上は。求めないと言ったら嘘じゃないけど。求めないって言ったら嘘じゃないけど、楽しみたいですね。昔違ったんや。そうなんや。へえ。 そうなんや。 そうなんだ。 そうよ。さらの朝ドラタイムは朝8時から8時15分なので、その朝ドラのタイムの中のどこかで生まれてます、私は。正確には教えません。 でも朝ドラタイムです。その頃の朝ドラが何かは知りません。
朝ドラタイムに生まれてます。セリアさん、ありがとう。ありがとう。間違った。8時13なら嬉しい。嬉しいってどういうこと？一緒ってこと？一緒になるってこと？ 13 やったら。ね、みんなは何時に生まれたか知ってるんですか？知らん人とかの方が多いよね、でもきっと。ね。嬉しいとかある？何時に生まれて嬉しいとかある？ どういうこと？ね、知らん人の方が多いよね、きっと。まあでも朝ドラの8時から8時15分の間に、何分やったっけ？ちょっとわからんくなってきた。でもその15分内に、のどこかで生まれてます、私は。その中のどこかです。まあね、ケーキの写真もさっき撮ったし、インスタに今日の写真も載せたいし、そろそろ、約束、あれ45分過ぎとった。そろそろ終わりにしようかなと思います。そう、ケーキは、もう、先ほど登場した方に、登場はしてないか、姉に、ちゃんともう、冷やしとかないとさ、センイルケーキの上の部分が溶けちゃうので。もう、下に持ってってもらったので。なので。そう、一応みんなに配信中に道を見せただけです。ケーキは、配信終わって家族で食べまーす。あ、ろうそく？え？ろうそく？え？やれるかな？あるかな？ちょっと待って。じゃあ、ちょっと準備してもらうので、ちょっとお待ちください。プレゼント気になっても、とりあえず見せないよ。お姉ちゃんからプレゼント。見せない。ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。一回止まるかもしれない。ちょっと待ってね。